インパクトゼロはインパクトじゃない。何それ、どういうこと。インパクトゼロはインパクトのところじゃないから。どういうことだろう。いや、インパクトのことだよね。だってインパクトゼロっつって、うんうん、そう、インパクトゼロにするためにはインパクトゼロのところで、うん、インパクトゼロにしようとしてたらインパクトゼロにはならない。そうだね。そう、うん、俺はわかる。わかるよね、うん、俺はね、うん、ここがインパクトゼロだよね。いや、だからなんていうの、もっと言えばアドレスってことでしょ。そう、アドレスからインパクトゼロだから。戻せるようなってことね。そう、もうこれほら答え言っちゃった。ここでもうおしまいだから。そう、じゃんじゃん。平井博明のワンナップゴルフ。インパクトゼロってさ、うんうん、こうアドレスして、うん、こう戻ってくるじゃない、うん、この時に、うん、ここに戻すためには、うん、もうアドレスから戻せる、うん、もう戻すよ、うん、戻すよ、戻すよってアドレスを取ってないと戻らないわけ、うん、要は打つよ飛ばすよっていうアドレスをこうやってしてたらもう戻らないから、うん、ああ、そのハンドファースト的な。そう、戻す戻す戻すつって、ああ、もう戻す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 っていう感じだから。ここで戻そうとしたら通り過ぎてるってやつでしょ。そう、ここ。だからもうここからもうインパクトゼロにこうやって戻しに行ってる。だからダウンスイングの方が分かりやすいと思うんで、うん、ダウンスイングからにしてみるね、うんうんうん、こっからインパクトにかけて戻し終えなきゃいけないじゃない、うん、そう。でもね、ここをまだね余裕持ってる人いるの。あ、そう、俺そんな余裕ないから、うん、もうこっからもう戻し始めて、うん、もうインパクトゼロのところには、うん、もうインパクトゼロでは終わってるわけ。はい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 、はい、この辺でインパクトゼロになって、うん、インパクトゼロのままこうやって打ってるから。ああ、なるほどね。そう。いつも言うやつね。そう。いいインパクトゼロ動画だな、これは。いや、そう思う。ね。うん。今までのと合わせてみると、やばいね。やばい。やばい。やばいな。あれ、なんだっけ、それ。あの、何時から何時力んでるのと一緒に見るとやばいね。7時、3時。あ、そうそう、それ。もういっぱい動画ありすぎて俺もう見つけてあげられないから、皆さん自分で探してください。そうだね。だって400分の1でしょ。そう、ちょっともうね、どれかわかんねえんだ。タイトルも覚えてないし。あ、でも時計のあれがある。そうそう、だからサムネ見て探すんだけど。そう、平井くんのすごいところは、俺聞くじゃん、あれこれ何に乗ってたっけって言うと大体ね教えてくれるの。結構しかも早く LINE 返ってくる。いや、すげえなと思って。タイトルから、うん、検索して、うん、ああこれに近いこと言ってるんだろうなっていうタイトルを見つけて、でそれ見ると、うん、あったってなるんだ。いや、すげえなと思って、だから聞くとね一番早い。あの動画なんだっけって思ったら、そう、でも逆に登録も 1,2 回しか見てなかったら、うん、すぐ多分ピックアップできるんだけど、うん、もう編集中何十回って見るでしょ。見る。だから多分どれがどれだか分かんない。あ、全部いっぱい見てるよね、うん、それが見てるのは回数にカウントされないから。そうなんだ、うん、平井くんの回数とは違って。平井ってやつは10回以上見るから。そうそうそう、10スタートだから。そう、なんかほんとこの動画いいの言ってんだよなっつって見るから。俺が見るのは、自分で見るのは、うん、完成して見るやつは面白いやつ。そう、あ、そうだよね。そう、ボケまくってるやつとかめっちゃ面白くて、ゴルフ関係なく見てる時ある、たまに。俺も無意識に夜、うん、動画見て、うん、イヤホンで聞いてると、うん、笑ってるよって言われてるから。あ、そうなの。そう、笑っちゃうんだよね。そう、笑っちゃうんですよ。俺編集してる時に、笑いながら編集してる時あるの、イヤホンして。ああ、後ろで娘がさ、勉強してたりするとさ、この人なんで笑いながら、動画さ、笑いながら編集してんだろって多分なってるけど。そう、笑っちゃうんだよね。笑っちゃうね。面白い時あるんだ。そう、ゴルフ半分、うん、ふざけ半分の感じだとちょうどいいよね。いい。ああ、いや、ゴルフ半分もいらない、俺は。面白いけどいいから。7-3? うん。いや、もう、9-1 ぐらい。俺の右手だ。そうだね、本当だ、本当だ。そう、でもね、うん、やっぱこの動画もインパクトゼロの感じで始まったんだけど、うん、別に特定 しなくていいの。そうなんだ。そう、今インパクトゼロのことについて思い出したからちょっと言ったんだけど、うん、インパクトゼロがやっぱりできない理由として、うん、インパクトゼロにするタイミングが遅い、うん、右手が弱い、うん、クラブを引いちゃう、うん、やっぱこれって相当ある。
数人じゃなくて大人数、やっぱり引いちゃう。腕って最終的に伸びなきゃいけないじゃない、うん、フォローで、うん、伸ばすとなんかこう当たらないイメージになっちゃうのか、ダフるイメージなのか、そういうイメージが湧いた方手を挙げてください。おおおお、そう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 いうイメージが湧いた方に大チャンス。なんで腕をインパクトで腕を伸ばしに行ってダフるイメージが湧いた方は何々が足りてませんっていう合図なの。はい、そうだよね。そうなんで、うん、そこが解決したらダフらなくなるんです。伸ばせば伸ばすほどね。そう、そこが大ヒントっていうか答え。 そうだよね、うん、ジェフがあれでしょ、笑ってる時に揺らすやつでしょ。そう、肩が揺れるそう、ジェフの揺れるところ、うん、ジェフの揺れるところを回さないで。そう、そこです。そこがの回転が足りてない、うん、だから逆に止めて腕伸ばさないで当てようとしたらダフるからね。そう、伸ばそうとして伸ばそうとしてしゃがみ込む人っていないの、うん、伸ばそうとしたら絶対伸びるのか体って。ああ、そうだね。そう、だからこうこういう人はいないから、うん、だから伸ばした方がダフる確率っていうのは少ない。あ、回ればね。そう、回れば。ほんと止めるんだよね。止まっちゃうんじゃない？止まっちゃうのかな？わかんない。俺この前さ、ドライバー打ってみたじゃん、俺のドライバー。止まった？止まったというか、なんか回そうとすればするほど腰が回っちゃう。それは回し方わかってないんだろうなと思ったから、自分で。そう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 。感じよね。野球やってたからかな。そうかもしれない。回っちゃうの。やっぱりこうグッて踏み込むもんね。グッてね。そうそうそう。それかもね。それが出ちゃってたのかな。あ、でもあれだ。右で打ったからそんなことないはず。あ、そうだ。左打ちだ、ね。左打ちだからそう。なるほどね。やっぱ思いっきり引っ張ったこととするとそうなっちゃうのかな。力入ってグッて。こうグッてこう。うん。まあ、バンプとかいろいろ言うけど、うん、ああ、この左にこうグッとかける、うん、この、うん、この強さだよね、うん。これが使う人と、こうやって使う人と、多分使い方、要は使いやすさになるんだけど、はいはいはい、うん、両方正解ですよ。本当に。それがこう体重移動だったり、うん、スライドだったり、腰の高さがこう変にこう変わらなければ問題ないんで、うん、変な話、何やってもいいんだけど、うん、必要最低限肩が回ってないと、うん、やっぱりクラブが向こうに行かないんだよね。詰まっちゃって、うん、こう外に行ってチーピンしたり、そういう球が出ちゃうんだよね。本当に楽にこうやって打った時、ああ今のもナイスな球なんだけどさあれもだからね、肩開いてこうやって打ったじゃない。あれでもナイスは出るわけ。開いた方がいいのね。開いた方がいい。だからインパクトで胸はここも打つだもん。そっかそっかそっか。ここを向いて、だからボールより右を胸が向いて打つことはない。あ、絶対。あ、こういう。こうやって打ったもん。そっか、やっぱ開くのって良くないイメージあるからね。そうだよね。野球はね。あ、いやでも確かにそういうイメージはある。ねえ、うん、開いていいんだ。開いていいと思う。開いていいな。開いていいな。だからこうそういうのに近いアプローチなんかオープンスタンスにしてさ、うん、こうやって。そっか。そう、打つ。足が開いてんだもんね。そう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 。こうやって。あ、なんか打てる気がする、そのイメージで。俺はね。これ人によるんだろうね、そのどのイメージ。そうだね、そうだね、そう、そうイメージなんだよ ね。イメージの問題。ただこう閉じて打ってもいいけど。うん、閉じて打つと、閉じて打つ理解がないとうまく打てないから、すべてにおいて良くないのは、うん、こうやったらうまくいくんだよねっていうだけでやっちゃうのが良くないのよ。例えば、捕まらないんだったら、胸右向けて打ったら捕まんだよねって。いや、そりゃそうなんだけど、うん、それ以上の球も出ちゃうよっていう。あ、うん、要は捕まりすぎたりとか。うん、だからちゃんと度合いだったり、使い方が、分かってないと
怖いことになっちゃうんでね。そういうものが自分が取り入れるものに対して考えていかないと、ちょうどいいところでこう動けないんだよね。足りないとかやりすぎとかなっちゃうんで、そういうものは気をつけていただいた方がいいですね。ちょっと一個話戻して、そのインパクトゼロを早く準備してるって話だけど、うん、それそうすると、それアーリーリリースだからダメなんじゃないみたいなのが来るんじゃない？来るかもね。ね。うん。アーリーリリース、どういうのがアーリーリリースのイメージなんだろうか。俺は、こうなんだよね、うん。使った分、使った度合いで使った度合いで戻す。うんうんうん、そう。だから、アーリーリリースでも、要は早い遅いないんだよね。こうだから。あ、そっか。そう。プラスマイナスゼロなんだ。そう、ゼロゼロゼロ。要は使った分、使ったところで戻してるだけなんだ。そう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 。だから、アーリーリリースになっちゃうっていうか、してるんだよねって、うん。アーリーリリースの意識がないんだよねって。うんうん、そうなっちゃう。まあ、だからどっちでもいいっていうか、どっちでもどっちでも戻るなら戻るなら何でもいい。ただアーリーリリースは飛ばないよってことね。あ、そうなんだ。弾けないから、やっぱギリ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 まで来てバーンってやりたいんだよね、みんなね。うん、うん、でも当たればでしょ。当たれば戻ればでしょ。戻れば戻んないんだったら、そう、どっちだろうがダメってことでしょ。どっちもそうダメだったら、早くて飛ばない、うん、アーリーリリースで戻った方が、うん、戻んなくて貯めたよりもいいってことでしょ。そういうことでしょ、うん、戻ってから遅くしていけばいいじゃん。遅らせるの。そう。ね、そう。その段階に入った人、ワンナップグロフでも6人ぐらいいる。あ、でもそんだけしかいないんだ。俺めちゃくちゃ多いと思う。あ、多いんだ。多い、多い。多い。あんなにレースやってて。あと同じ人が来てんだもんね、毎日。だから同じ人がほら上手くなったっていう話、一人の人のこと言ってるでしょ。多い多い一番知ってるはず俺が、あの誰があれ、そう、誰をレッスンしたか、名前、名前チェックしてるんだから。そうそうそう、俺が一番知ってる。ずっと同じ人です。6人いる。6人やってて6人。そう、でも多い、多いと思う。変な話、アマとプロの間ぐらいのことだからね。あ、そう、それがそうなんだ。うん、はいはい。そう、だから。じゃあ多いね。多い、多い、多い。多いわ。多い。直近でほんと3、4人いるからね。え、すごいね、最近。うん、でもその方の6人の共通点言っていい、うん、ずーっと同じことやってるから。やっぱそこなの？あ、もう、嘘っていうぐらい同じことやってる。練習方法も、練習ペースも、何も変わらない。うん、ずーっとなぎ。あ、そういうことか。あ、要は内容もね。じゃあ向きになって言われたからやってんじゃなくて、うん、今までと変わんないんだけど、やる内容を言われたことだけにしたんだ。そう、別に増やしたわけじゃない。増やしたわけじゃない。ちゃんとやってみる。ちゃんとした手順を踏んでというか、まあそんな感じの、うんうん、レベルアップを してもらってるっていう感じ。あれだね、スティーブ・ジョブズだね。アップルの人？そう。あの、何をやったかより、何をやらなかったか。あ、そうですよね。あ、前トール君どうされてくれるんだよね。そう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 。もう言ったことあるよね。そう。やらなかったんだね。そう。やりたいけどやらない。そうなの。そこなんだよね。絶対ご本人ムズムズしてたと思うの。うん。うん、でも、そういうものを俺の口からやってくださいって出なかったから、うん、やれない。そうだね。言われなかったからね。そう。で、俺本気で、今本気、冗談抜きで、うん、来年クラちゃん取ってほしい人3人いるからね。あ、そんないるの？あ、っていうか、いけんじゃないかなって思ってる人が3人いるからね。ってことだよね。ああ、本気で言ってる。すごいね。うん、そんぐらい。そうだよね。初の60代が出ちゃったからね。そう。ワンナップで。やばい。やばい。そろそろあれだね。そういうふうになんかうまくいってる人に出てほしいな、動画。ほんとね。でもなんかあれか、逆にやらせっぽくなっちゃうかな。ああ、そうかも。やらせられない人の方がいいかもしれないね。そうだね。うん。そうだね。うん。でも本当、レベル関係なく、トル君と俺はもう本当嬉しいよね。そうやってちゃんとやってくれてる方が多いっていうのはね。うん。いや、本当にみんなね、感謝してくれるから。いや、本当そこですよ。嬉しいよね。うん。だから本当、LINE だったり、コメントとかで、相当ありがとうございますっていう言葉を見る機会が多くなったじゃない。そうだね。もう、やっぱ嬉しいよね。嬉しい。何にも変えられないよね。うん、ちょっと嬉しいよね。ね。
あのやっぱりこの前平井君が言ってたさ、うん、ああいう風に YouTube で言ってるけど、うん、自分が行って本当にそういう風になると思わなかったっていうのとかもすごいよね、うんうん、本当動画で言ってるだけの話でしょと思ったら自分も20ヤード伸びちゃうとかさ本当ね。でしょ、うん、動画の中の話っぽいじゃん、うん、けど行ったらさ現実になっちゃうっていうさ、うん、いやいいそうなんだよね、うん、そう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 。だから本当に地道にやっぱりこれだというものをやり続けるってことは本当大事なことで、うんうん、もちろんその新たなものにチャレンジする努力ももちろん必要なんだけど、うん、変えない努力も必要よね。そうだね、うん、勇気というか、うんうん、あ、一個だけちょっと分けて話しておきたいんだけど、はい、ワンナップゴルフのレッスンに来たら、うん、この場では必ずナイスショットは打てます、はい、継続して結果を出してくださいねっていうのはその次の話だから、次の話でここに来て打てるのはもう当たり前だから、うん、そこの心配はしてないんだよね、何もね、うん、僕らはね。そう。その後継続して、本当に成長できますかって話。そう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 。だから、そう、本当そこ。ね、うん。この場での心配は誰もしてないから。してない。はい、来たら打てるから大丈夫です。そう、だから安心してきてください。そうです。はい、で、本当にそれを自分で妥協なく、うん、それだけをできるかどうかがポイントなだけで。そうだよね。うん、そこは本当ご本人の気持ちになっちゃって、うんうんうん、その後ね頑張ってやろうとするかどうかだから、そうだね、うんうん、だからただ俺毎回レッスンは緊張するのよ、めっちゃくちゃ。あ、そうなんだ、うん、開始5分今日なんかも、うん、開始20分間、うん、ワンナップゴルフ史上初かもしれないと思った、ナイスショット出させてあげられないって。へえ、そうなの。毎回はそう思うんだよ、うん、出るんだけどね出るんだけど毎回思うんだ。ミキサーより回転してるから頭の中本当。あ、やばいから。そうなの。やっぱり出るよね、ずーっと。やっぱ2時間やってると暴ける、うん、あ、そうなんだ、うん、やっぱ2時間やんないとなかなか。初回の方の1時間は厳しいよね。あ、初回こそ2時間。なるほどね。よね。そっか、把握しなきゃいけないし、ね、そうそう、知る時間欲しいから。うん、分かってる人だったら1時間でもいいかもしれないけど、うんうん、初回の方はやっぱ2時間必要だよね。そう、でも今もう2時間しかないから。そうなんです。そういう理由でね。そうだね、うん、そう。だから本当最初は何やられてたとか、どういうレッスン受けてたとか受けてないとか、うん、そういうものも知りたいし、いろいろ話しながら、うん、そのスイングになった経緯をね、うん、知りたいんで時間が必要なんです、うん、変にね直したくない。それ知らないでこっちが言ったら、ただこっちのスイングをやってもらうだけになっちゃうんで、あ、そうだね、うん、それはもう絶対やりたくないこと、うん、やっちゃいけないことだと思ってるんで、うん、そう、だからちゃんとした理由を知って、うん、その方のスイングに入っていくって感じ。そうなんです。その場では打てますんで大丈夫です、はい、で今回はですね、インパクトゼロやっぱり大事よっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。